ソガノプアジは、2011年10月4日から2012年9月25日まで、毎週火曜日の24時55分25時25分に、MBS テレビで放送されたバラエティ番組。番組表では、ロケ争奪バラエティという副題がついている。番組タイトルは、出演芸人5組の頭文字から付けられている。レギュラー5組の芸人たちの中から毎回1組が、 ロケを行う。ロケには、テーマや条件が課せられており、過酷な内容となっている。さらに、ロケ映像を当時ナンバーグランド花月ビル内にあった、吉本47号当地市場や、吉本お土産も、うん、横丁において、レギュラー出演者全員で視聴するという形で、収録が行われる。収録は2012年4月10日までは5アップ、吉本のエレベーターホールで行われていた。 なお初回のみ、ロケに出る芸人を決める勝負は5アップ、吉本の舞台上で行われた。第10回までは、サブタイトルの通り、5組の芸人が勝負をし、勝利した1組だけが、ロケに出ることができた。第1.2回はジャンケンで、第3回以降は10枚のカードの中から、豪族姿の番組キャラクタープワジ君のカードを選ぶ、プワジめくりで勝負した。第10回で、 プワジめくりの終了及び勝負の廃止が決定し、第11回からは、プワジくんのカードを当てた、学典即から番組タイトルに習って、プリマ旦那、和牛、ギャグ少年楽団、ソーセージの順に、ロケに行く形に変更。同時に、ソーセージは、2011年の放送で一度もロケに行けないことも確定してしまった。さらに2012年4月以降はロケに行く順番が、 ランダムになっている。二千十二年七月二日に放送当時ソーセージのメンバーだった藤本清志が暴力事件で逮捕されたことを受け、翌三日は急遽放送休止となり、次番組、信長の以降の番組の放送開始時間を繰り上げた。以降も、ロンドンオリンピックの特別編成による七月三十一日と八月七日の二週も含めた計六週休止となり、八月十四日より、 放送再開。再開後、ソーセージは、秋山健太と山名文和の2人のみ出演。2012年9月25日の放送で終了。これにより火曜日の5アップ吉本出演芸人によるバラエティ番組枠は廃枠となり、そのまま、信長の遅れ放送枠となっている。全番組、焼かせて。ソーセージに出演していた5組の芸人が引き続き、出演している。 出演者はパーカー、またはポロシャツを着用している。2011年2012年スタッフロールでは、個人名は、のと表記。ありがとうございます。